JR 中央線武蔵小金井駅南口イトーヨーカドー武蔵小金井店3階、地元の皆様に愛されて64年、安飲繁昌の眼鏡店、メガネの前田でございます。こんにちは、メガネの前田の前田でございます。本日は久しぶりにエフェクターディストーションのカラコニャック、かけてみました。さて今回はそのエフェクターでございますが、最新作の、モデルが2型またさらに入ってまいりました。今回はそちらをご紹介してみたいと思います。大人気エフェクターの商品は中央線西荻窪より西側ではメガネの前田のみ取り扱いの限定商品でございます。眼鏡の専門雑誌、モードオプティークの最新号でも、エフェクターの最新モデル、こちらの方に、紹介されておりますが、今回は、こちらのシェイクとそしてこちらのフック、こちらが入荷してまいりましたのでこちらをご紹介してみたいと思います。こちらが今回ご紹介いたします。ベクター最新モデルの、シェイクとフックになります。まずこちらが、シェイクの、ブラックメタルになります。それだけではやぼった印象のこれ大ぶりなウェリントンなんですが、これを、エッジのあしらいで武骨に、テンプルに、ソリッドなこれメタルを採用して横顔を精悍に見せております。こういうところもエフェクターならではの味付け。今流行りのメタルとセルのコンビネーション、マットのこちらメタルになっております。ウェリントンですのでどなたでもかけていただけるタイプではないでしょうか。こちらがシェイクになります。そしてこちらがフック。こちらはカラーがグレーのグレーが入っている、ブラックになります。ギークの王道を行く、キーホールブリッジ仕様のウェリントン。もちろん、8ミリのアセテートの無骨さでエフェクターの、デザインマナーを踏襲。どんなスタイルにもハマる懐の深さが魅力というふうに紹介されております。ご覧いただくように、2色の、なんて言いますか、下の方が、薄いグレーになっております。ベースは、黒なんですが下の方が、グレーになっておりまして非常におしゃれな感じになっております。ベクターらしい 8mm のアセテートの無骨さはありながらも非常に、おしゃれにできております。こちらのフック、ぜひ実際にかけていただきたいと思います。ベクターの最新モデル2作でした。はい、ベクターの最新モデルシェイクの、ブラックメタル、私かけてました。どうでしょうか。ちょっと大ぶりなウェリントンなんですが、もうなんといってもこちらのサイド、こちらは、メタルを使っております。しかもこれは艶消しのメタル、ブラックのメタルを使っておりまして非常におしゃれな、作りとなっております。エフェクターらしさもありますが非常に洗練されたおしゃれな印象の、シェイク、ぜひ実際にかけていただきたいエフェクターの最新作でございます。